統合しようとしてるのは誰？スターシードとして目覚めようとしてるのは誰？幸せを引き寄せたいって言ってるのは誰？悟りを開きたい、アセンションしたいって言ってるのは誰？本当のあなたは誰？ Yes! Oh my God! OK 決まりすぎちゃってもう大爆笑しちゃいましたけど、 SK チャンネルご覧の皆さん、ヨッピー高ピー吉川貴博スピリチュアルカウンセラー、高次元調律インテグレーションマスターでございます。今日もね、泊まり木の秋葉原サロンから、1日セッションを終えた後に、この時間使って動画を撮影しています。今日もコンパクトにまとめられたらなと思うんですけども、あのね、まあ、本質的なもうメッセージを今日また伝えようと思うんですけども、オープニングの通りなんですよ。あなたは誰？本当のあなたはどこ？それこれ今の質問がもう答えそのものなんですよね。あでね、統合ワークをしてね、疲れてるとかね、やっぱりあのセッションに足を運んでくださる方からも声をいただいてるんですけども、あのそりゃそうなんですよね。だって本質はそっちじゃないからね、本当の自分はね、お前ゴッドなわけですからね。でお前ゴッドは何なのかっていうのは、やっぱり動画でも言葉を重ねてお伝えはしてるんですけども、不思議とやっぱりセッションでお伝えすると簡単に伝わるというか、あなんだそっちでよかったのみたいな、まあ、やっぱりこのタイミングで共振共鳴を起こして僕のところにこう足を運んだりとかね、オンラインのセッションを受けてくださる方って本質的な感覚がもう一緒なんですよね、うん、けどそれじゃないんじゃねえかなみたいな風に感じている人が、人の話に合わせないといけない、人が言ってることを一生懸命理解しないといけないとかっていう気持ちから、あえてねこう迷って苦しむ人生をチョイスしていると、今までもチョイスしてきたみたいな感じだったりするんですけど、それがねこのまた同じこと言うけど共振共鳴的な あの感じの、本当になんかただ2回言っただけなんだけど、エネルギーのね引き合いが起きて、なんだそれでよかったんじゃんっていうことを、まあセッションの中で思い出してってもらう、取り戻してってもらうと、その結果ね、まあ映画の中のキャラクター、夢の中のあなたも救われていくというかね、癒されていくというか、なんだありのままの自分でよかったんじゃんっていうね、こうお前こと神であるあなたとキャラクターであるあなたが一つにね、ワンネス一つにね統合されちゃうみたいなね、あまあこれちょっと今日説明は分かりづらいかもしれないけど、もうフィーリングでね、バディフィーリングで安室ちゃん的にね感じてもらえたらなって思うんですけども、本当のあなたが誰ですかっていうところなんですよ、目覚めって、アセンションって。だから映画のジョーカーはそれをすごくストレートに描いてくれてる作品でもあるし、うん、ぜひ見てほしいなっていう。で見た方もね、いろんな解釈があるかもしれないけど、夢の中に迷い込んだら正しい間違ってる善悪の世界、ジャッジの世界に迷い込んで、どれが本当なのか嘘なのかみたいな、どれが本物でどれが偽物なのかみたいなね、争いのフィールドでね嘆き苦しんでいくわけなんですよ。そっから抜けちゃったら、まず本物も偽物もそんなの関係ねえっていうね、小島よしおさんが一時流行らせたギャグあるじゃないですか、そんなの関係ねえ、これね前の動画でも喋ってるけど、本当にそうなの、どうでもいいの、もうそんなの、そんなことより踊ろうよって言ってるじゃないですか、踊るのはいつって言ったら、あこれ使い古されてるけども、今でしょっていうね、今でしょっていうね、あなたは今なんですよ、今があなたで、あなたが今みたいなね、で今っていうのは言葉方便でしかないから方便が方便、ちょっとねおしゃれな感じで英語チックな感じで発音しちゃったけども、今っていうのはつかみようがない次元のことなんですよね。今ここっていうね、時間も空間もない次元ね、そこをやっぱり指し示してるんで、悟りの世界ではこれとかね、いう言い方をね、それとかこれとかいう言い方があるで、ね、スピリチュアルのティーチャーやリーダーたちも、ただあればいいとかね、
何もしなくていいとかね、言ったりもするじゃないですか。でそれを、自我の視点から掴もうとするとすごい苦しくなるんですけども、前一性の視点を取り戻したら当たり前すぎてなんだこりゃっていうことなんですよ。でそこで終わっちゃうと、あの一時のね、僕がその一別体験した時の空病ね、スピリチュアル病になって、あの会社倒産させてフルバッカーみたいな感じがね、あの現実としてギフトを僕に渡してくれるんでね、プレゼントしてくれるんで、そうじゃなくて、その神であるあなたを取り戻したら、こっちのねキャラクターの方の自分を神の目で癒して救い出してあげるっていうこと、それでようやく一つなんですよね、うん、そのやり方を僕はあのセッションなどでお伝えして、動画でも全出しで伝えてるんだけど、やっぱり動画で全出ししても個人セッションとは違って、なんかこう伝わりきらない部分があるっていうのがね、本当になんか改めて再確認させてもらってるところで、でセッションに来てくださる方がね、またなんか自分がこう忘れかけてたようなことをまた思い出させてくれるような話をしてくれたりとかするんで、まあ本当にフラットでね、友達以上でも友達以下でもない本当の仲間、ああね、なんかこうやってこういう顔で言うとすごいうさんくさいでしょ僕はね。だから言葉にはまあしない方がいいんだけどね、そういうのはね。まあでもソウルメイト、ああみたいな感じで僕は受け取らせてもらってます。だからまあ本当にね、統合疲れ、統合ワーク、まあ引き寄せ難民とかもそうだし、悟り難民もそうだし、スターシード難民って言葉もね、あの僕は作っちゃってるぐらいですけども迷える子羊はあなたではないんですよね。それを見てるのがあなたなんですよ。だから迷える子羊をあなたの神の目でただただまっすぐ見てってあげれば、解放は必ず起きますね。ただまだかわいそうな自分っていうのを握りしめていたいタイミングの時はやっぱりそのメッセージは届かない、うん、それはそれでいいんです。ただそれはそれで全体の中での調和で起きていることだし、そこにアプローチするよりももう準備が整った、痛み、をねちゃんとこう受け入れて、恐怖をちゃんと受け入れて、その奥にある本当のあなたね、それはキャラクターの方のあなたの話です、僕が言いましたよね、うん、を、取り戻してもらえたらななんて思ったりしてるんでね、ぜひちょっと悩んじゃっても自分じゃ無理かなって人はもうバンバン僕のところ来ちゃってください、ぜひぜひお待ちしております。本当のあなたは誰ね、ね解釈、思考が喋ってる、いろんな感情が湧き起こってるのを見てる、ただただ気づいているのが本当のあなたですよってことをまずは今日は深く知っておいてください。そんな感じでね、面白いね、本当にね、今日も一日ね、たくさんの方セッションさせていただいて、明日はさらにもう一日中入ってるんで、しっかりお勤めさせていただきます。以上、現場からは愛の伝道師ヨッピタカピヨシカタカヒロでございました。最後皆さん一緒にご唱願います。お疲れ様でした。あ、ごめんなさい、間違えちゃった。 Oh my God! バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。